小,の小柄で柔らかな多年生草本。根茎は硬くて、地上を長くいあちこちから茎を立てて高さは30から60センチメートルに達する。葉は柔らかくて扁平で緑色、長さ8から12センチメートル、幅5から15ミリメートル。無毛だが、幼少の縁と後部には毛がある。家系は、 やや立ち上がって、葉より抜け出し、先端に房をつける。房は2から7本出るが、普通は2本で、耐性するように左右に、大きな角度に分かれて伸び、先端はやや垂れる。房は8から12センチメートルで細長い。コボは、単黄色で、卵型、やや膨らんだ扁平で、長さ1.4から1.8ミリメートルで、円に長い毛が生える。日本では、 沖縄本島以南の琉球列島に見られる。原産は西インド諸島とされるが、現在では世界の熱帯域に広く分布し、具体的にはアルゼンチン、北、アメリカインド、日本、中国、東南アジアポリネシアオーストラリアが挙げられる。日本では道端や人工的な草地によく見られ密な群落を作る。沖縄では、 砂糖キビ畑とパイナップル畑における雑草として優先することがあり、砂糖キビ畑の場合、管理が悪い畑の雑草群落の型の一つである。タイでは湿った環境には、え、水田の雑草として知られる。生育型としては、創生から、保福型であり、株を作ると同時に、保福枝を出し、新たな日照りを出し、密が群落を作る。 高くなるときは6 0トルに達する場合もあるが、刈り取りなどが行われる草地では3 0トル以下にとどまる。荒れ地には素早く広がり、立ちすずめのヒエなど背が高く伸び、その成長が早い植物には影響を与えないが、アフリカヒゲ芝などの侵入は阻害する。ラチには匍匐径を素早く伸ばして空間を占有する人地格大型戦術を、そして周囲から、 背の高い草が寄せてくるような場合には茎を上向きに伸ばして光を受けやすくする人知強化戦術を持つとの判断もある。沖縄における人工草地においては再移植期に出現する植物の一つとして普遍的に見られる。穂の主軸と2本の草が T の字型になる点では独特である。日本産のスズメのヒエ属では奇襲スズメのヒエやサワスズメのヒエが やはり2本の房を持つが T 字でなく V 字になり、また房がより太くて短いので混同することはない。コボが小さいためもあり、むしろ全体に細長い印象が強く、そのため一見では、スズメのヒエ族とは見えず、メヒシワ族か何かのようにも見える。日本においては雑草との認識が強い。上記のようにパイナップル畑や砂糖キビ畑の雑草としても知られるが、 牧草地においても、外装とされる。すでに成立している草地にはさほど入らないが、拉致を生じるなどの場合には素早く侵入し、密な群落を作って、有用牧草を侵入させないため、牧草地としては荒廃し、数年にして更新を余儀なくされる例もある。そのような草地では、本種は原則量がさほど大きくないにもかかわらず、食費率は大きいことがある。 この種自体も、牧草としても使用されるが、黒毛和牛への給与試験では、菜食量と葉分量が十分でなく、体重維持ができないとの結果がある。なお、国外では、カラバオグラス、キャロバグラス、または、サワーグラスあるいはバッファローグラス、バファローグラスなどの名で、呼ばれ、フィリピンなどでは、水牛のための牧草として、また芝生のようにして利用しているよし。以下、 主に、初島、P689 ノーシングスリーシャンタリノータイ、P103 根元ほか、P159 ノーシングスリーシャンタリノータイ、P103 根元ほか、P159 根元ほか、P164 から165境ほか、清水編、P285 根元ほか、P162 根元ほか、P159。ありがとうございます。